神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします獅子舞を横浜で演じてきた保存会に14歳の申請が加わりました中学2年の杉山啓太さんはコロナ禍をきっかけに昨年夏から忍を特訓し4日にデビューを果たしましたお囃子には町の人を元気にする力がある 受け継がれたものを守りたいとの思いを強くしました三浦の低温卸売市場で4日朝冷凍マグロの新年初取引が行われ仲買人が活発な取引を繰り広げました遠洋で取れたメバチマグロを中心に前年より96本少ない272本が並びました 新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県は4日、オミクロン株に県内在住の30代男性が感染したと発表しました。海外渡航歴はなく、感染経路は不明で、県は市中感染としています。